ビデオダイアリー March 1, 2021 by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan。 ビデオ日誌2021年3月1日林博史です。こんにちは、先ほど昼食前に少し畑作りをしました。コンポストの生ゴミもですね、程よく腐っていましたので、それをしばらく前に出しましてね、外に出しまして、そしてそれに土をまぶしてですね、そうですね、2週間ほどそのままにしておきました。で、今日見ましたらですね、まあ大変程よく腐っていたので、それを先日来作っています、畝ですよね、あの専門用語で正しいのかどうか分かりませんけれども、畝の上にまぶして、そして下の土と混ぜました。で、少しずつですけども、いろいろな苗を植えています。そら豆、てからじゃがいもはたくさん植えました。4列にわたってですね、じゃがいもを植えました。あの一番向かって向こう側です、遠くに遠方にあるのがじゃがいもの畝です。で、その向こうの左の端にですね、ウコン、それから実はですね、これから生姜を買いに行こうと、まあ、生姜のね、苗を買いに行こうというふうに予定を立てています。で、手前の方にはですね、そら豆を植えました。で、そら豆というのは寒さに強い野菜ということになってますけども、日本ほど元気がありません。まあ、霜にやられたというか、どういうの理由は分かりませんけどもね、あの、はい、日本ふにゃふにゃになって、で、まあ、しばらくね、いろんなことしたんですけどもね、ペットボトルをね、輪切りにしてそれを上に置いてですね、まあ、その人工飼育機的な雰囲気で、まあ、看病ですよね、世話をしたんですけども、やっぱり枯れましたね。で、2本1本はそれでダメになって、もう1本もちょっと危ないなという感じですから、まあね、もう少し様子見てみます。それからネギはまだ根がついてないのかな、もう少し経たないと根がつかない、まあついてはいるんでしょうけどもね、あの本格的に根が、まあ、つかないことには上の方に成長していきませんのでね、まあしばらく様子を見ています。で、手前、その手前は2つ畝はあるんですけど、そこはですね、4月5月の本格的な野菜のためにですね、本格的的とはトマトであるとかね、定番のそのきゅうりであるとかね、まあ私、まあトマトはよく育つんですけどもね、で、今年はトウモロコシにチャレンジしてみようかななんてね、思ってますけども、まあどうなんでしょうか。まあ、毎年やるんですけどもね、まあほんの少しね、できる程度ですけども、やってみようかなと思ってます。そして一番手前の方がですね、これ何だったっけな、サヤエンドウです。ずっと植えてあります、サヤエンドウですよね。で、サヤエンドウは今うまく育ちますね。今のところあの一本も枯れることなくてですね、まあ一番手前のね、コンポストの右が左側にずっと支柱を立てて今育てているのがですね、サヤエンドウです。2種類植えました。で、その今日は後で お見せできると思いますけれども、その左端のところにはサニーレタスを10本ね、小さな苗なんですよ。本当に大人のね、小指はちょっと大きいのかな、小指のいわゆる爪ぐらいですよね、爪の2倍ぐらいの、まあ、小さな可愛い苗を売っていたんですけどね、それをまあ植えました。そうしましたら、その翌日風が強くなりましてね、どうしたもんだ、どうしたらいいんだって考えているうちに、まあ仕方ないななんて思ってまして、まあ半ば諦めて、風が、まあ、あのその周りにね、肥料の袋なんか置いて少しはあの風を防いでみたんですけども、まあほとんど効果がなくてですね、小さなあの苗がですね、風にひらひら揺れているのを見ながらですね、まあ少なからず心を痛めていたわけですけどもね。それからもう1週間ぐらいなのかな、2週間になりますね。今のところ元気のような様子ですから、元気というか、元気でもないんで、1、2本少しおかしいなと思ってますけども、あのサニーレタスはまたね、その目の、まあ、そのしなびたような目の間からまた小さな芽が出てきてますのでね、まあその生命力の強い植物だなというふうに考えています。で、今この三角すきで何をしているかというと、この辺りにね、もうすぐネギの苗が
束にてね売りに出されるもんですから、ネギの苗をね植えたいもんですから、その今その床作りということになるわけですけどもね。で先ほどショッピングセンターの方にワイフが電話しましてね、ネギの苗ありますかって聞きましたら、4月にならないと出てこないなんて言ってましたけども、そうでないんですよね。私いつも行ってるショッピングセンターはですね、3月に入るとすぐもうネギの苗を売ってるんですけどもね、その係の人がご存知なかったんじゃないかと思います。で今その木を拾って集めているのはですね、まあそのもう少しね乾いたら、要するにそのこれを燃やしてですね、いわゆるまあ灰にして肥料にするってわけです。まあ、少しね灰というのは大変ね効果の高い肥料ということになってますね。で土にまぶして、それでまあ肥料にしようと、まあ、そういうふうに考えています。この木はですね、うち家の周りの木にあった木をですね先日伐採しましてね、それをこうして置いといたものです。あるいはもう一つの方法はチェーンソーでね細かくしてね粉々にしてね、そして土の中に混ぜるという方法もあるんですけどもね、まあ、その方がいいのかなと思ってますけどもね、土も柔らかくなりますし、まあ今のところまあどっちにしようか迷ってますけども、まあそういうことで、でいろんなね肥料野菜の肥料とかいろいろありますね。それから石灰も、この前雨の降る前に巻きましてね、乾いている時にやりますとね、風でどんどん飛んでいきますからね。ですから、まあ、小雨が降り始めたような時に、まあ、そのさーっとね巻いて、そして石灰ですよねを巻いて土を中和するっていうやり方なんですかね、私よくわかりませんけども、要するに石灰を巻けなんて書いてありますからね、まあ、その指示書通りに今は勉強しています。今掘ってるところにこの生ゴミがね、さっき言いましたそのコンポストがあったところで、まあ、結構できたんですよね。でそれに土をまぶしてしばらく放っておいて、今はこうして畑のね、苗の上にばらまいて、そして土を混ぜる、まあ、もう少ししたら土を混ぜようと思ってますけど、今はこのままにしておいて、それでまあ天日で乾燥させようというふうに考えています。でまあ鳥がよく来ましてね、モズも来ますし、ムクドリも来ますし、まあ、特にムクドリが夫婦でね、ここのところね、いつも1羽で来てたムクドリがね、どうやらそのお嫁さんを連れてきたみたいですね。ムクドリ、オスの方は大きいんですけども、メスの方は華奢で細くて、ちょっとこう、なんて言いますかね、細い感じで、一見しても、オスがそばにいるときには、ああ、奥さんだなって分かる感じですね。で、1羽でずっとね、1人でいたドバと、ハトですよね、ハトもこのところ、お嫁さんって言いますかね、嫁さんを連れて遊びに来るもんですから、小鳥の餌をね、巻いてあげています。まあ、そのうちねこの家の周辺で、子育てをするようになると思います。可愛いですね、見てるとね。ハトは割と慣れるもんですから、私がこうして庭で仕事してても横の方で平気でね餌を食べていてくれますよね。それからモズも来るんですけど、私知らなかったんですけども、モズが一番強いんだと思ってましたけども、ムクドリよりは弱いみたいですね。ムクドリが来ますと、モズの方は、モズもそういえばお嫁さん連れてきました、この前ね。そういう季節なんですかね、今ね。そういえば、そのモズも、ヒヨドリはどうか分かりません。最近ヒヨドリは来ないんですけどもね、モズもそういえばムクドリも、みんなお嫁さん連れてきましたね。はい。ドバともね、はい、今そういう時期なんですね、鳥はね、忙しいですね、はい、まあそういう時期で、まあ、めくるめく日々がこのような形で過ぎていくわけですけども、まあ、これでね、本格的に畑仕事に入りますと、もう時間との勝負といいますかね、どこでどのようにして時間を見つけるかというような感じでね、忙しくなりますけども、しかし楽しいですね、こうしてね。畑をひっくり返しているだけでなんで楽しいんだろうと時々思う時があるんですけども、やっぱり楽しいんですよね。いわゆるまあ気分がほぐれると言いますか、楽になると言いますかね、はい。まあそういうことで今は畑仕事で、この後ね近くのねショッピングセンターとかいわゆるまあ通してからそのありますのでね、そこへ行って、ワイフはなんか食料品を買いたいって言ってますし、私は当然ね畑のいわゆる
肥料はもう買ってあるもんですから、あの苗をね、もう何かないかなと、はい、で探しに行くつもりでいます。で、まあ、今これからあの我が家の、ね、畑の様子を皆さんに紹介しますけども、まあ、皆さんの中にはね、そういう畑を趣味にしててますか、今頃からね、もう作業なさってる方も多いと思いますけども、あの、まあ、楽しいというよりも、なんていうのかな、楽しいというよりも、その楽しいとかね、幸せとかね、そういったそのポジティブな感情っていうのは、その表現のしようがないんですよね。まあ、悲しいとかね、あの寂しいっていうのはよくわかるんですけども、要するに我を忘れてもっとやっていたいなというような快感を伴う、あの、まあ、いわゆる作業だということですね。よくわかりませんね、皆さんね、よく楽しいっていうこと言われますけども、楽しいという感情はどういう楽しい、どういう、まあ、考えてみればね、こんな土をひっくり返してね、こうして熊手で、まあ、今私は熊手でやってるんですけど、こうして土を鳴らして、そして枯葉などをこう集めているわけですけども、楽しいというのはどこから来るのかなっていうの、まあ、一応、まあ、標準的な言い方をすれば楽しいですね。これがそら豆を植えたんですけども、で中心部に1本あったんですけどもね、で枯れてしまって、まあ、ペットボトルを、まあ、ちょうど右の方へずれてきますけども、ペットボトルを輪切りにしてね、上からかぶせてあげたんですけども、手当ての甲斐なくと言いますかね、枯れました。でここに今4列ちょっとかすかに痕跡残ってますけども、4列じゃがいもの苗を植えました。30センチ、幅を30センチに取ってくれなんてね、本には書いてあるもんですから、その通りにね、いわゆる左右前後に30センチずつ間隔が空くように苗を植えました。もうすぐすると芽が出てくると思います。ここは賑やかになると思いますね。ちょっと窮屈かなと思います。で左の方に今ネギの苗ですよね。で根深というのを今年は挑戦してみようと思いましてね、まあ、成長するにつれて、まあ、土寄せをして、まあ、土をかぶせていくわけですよね。そうしますと私たちがよく知っているあの根深ができるわけです。と同時にね、細ネギも間に植えてますから、まあ、細ネギは細ネギでね、使い道がありますからね。それからこの根深というのは、あのまた若い時に取ればね、いろんな、まあ、細ネギのような、まあ、感じで食卓で、まあ、いわゆる料理に使えるということですね。でこれがマルチやってみたんですよ。まあね、ワイフと2人で、まあ、風が強かったもんですから、まあでもないこうでもないって騒ぎながらね、これがサニーレタスですけども、まあ、こう近づけてみると大きく見えますけどね、小さな、まだまだ本当に赤ちゃんという感じのね、サニーレタスの苗です。で 1,2 本ね、ちょっと心配なのがありますけど、まあ、よくあの強い風の中で生き延びたななんてね、感心してますけども、まあ、どうなることやらね、この先またふにゃふにゃになって、はい、あの枯れていくのかなって思います。でこれもサヤエンドウですね。でこんな小さい苗なんですよ。もう本当に1センチあるかないような、ね、苗を今売ってるんですよね。でそれを植えてみて、1本だけちょっと危ないなっていうのがありましたけど、まあなんとかつきました。でもう一つのサヤエンドウ、これが出て、これが出て結構大きく育ち始めたもんですから、やれやって、これは失敗なくね、10本こうしてみんなそれぞれがですね、成長してくれています。で4月入りますともう収穫になりますからね。で本の指導によれば、とにかくサヤエンドウは実ができたらもうどんどん取りなさいって書いてありますね。あの下手にそのなんて言いますか、大きくしようとすると、あのいわゆる、まあ、花ってもその幹の方が弱ってしまうと、まあ、そういうことなんですね。で、まあ、このようにして今これ、まあ、これちょうどがジャガイモで、ここ2列目3列目はですね、まだ考えてないんですけども、今年はここにトマトとかね、キュウリを植えてみたいなというふうに考えています。まあ、白いのは石灰です。でいろんなで、まあそのサイエンドで、その左はですね、まだ考えてないんですけども、トウモロコシかなんかそういうのが今年ね、堆肥をたくさん入れればいいって書いてあったもんですから、堆肥をたくさん入れて、そしてまあトウモロコシ作ってみようかなというふうに考えています。まあ、今ここでまあ、木を枯らしているところですけどもね、まあ、細かくして土に混ぜるというのは一番いいのかなというふうに考えてますね。はい、ということで、今日は畑の紹介をさせていただきました。バイ。